はい、皆さんこんにちは、浦和です。この番組では皆さんが気になる商品を5分で分かりやすく紹介していきます。毎日更新していますので、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。なお在宅確認やカスタムのご相談はパドック店頭まで直接お願いします。コラボ企画リクエストも随時受け付けております。お気軽にご連絡ください。さて、今回ご紹介する商品はこちら、東京マネ10歳以上用電動ブローバックコンバットデルタシルバー、グリップにデルタが輝くスペシャルホース専用モデル。デメ裏に聞きたいコーナー、トークテーマ募集中です。デメちゃん、裏方さんに聞いてみたい話、語ってほしい話、エアガン、サバゲー、カスタム、装備品、その他の悩み、尋問、何でも OK。 デメ裏が動画にてザックバランに答えます。投稿方法は YouTube コメント欄かホームからエントリー。皆様からのご投稿お待ちしております。はい、サイズですけれども、全長が 225mm、 高さが 145mm、 重量は 350g、 これは電池を含む実測となってます。弾丸は 6mmBB 弾 0.12g 推奨です。動力源は単4アルカリ電池4本、相談数は16発、ポップアップシステム搭載、セミオート単発発射のみの電動ブローバックガンになります。はい、で、発射と同時にスライドが作動、ブローバックを再現ということでね、より楽しいシューティングをね演出してくれます。で、グリップセーフティーということでね、こちらの方に、セーフティーがね設置されております。このグリップを握りながら、このセーフティーレバーを押し込むことで発射が可能となっております。アルカリ乾電池4本使用ということで、こちらのねグリップ内マガジンを抜いてもらって、こちらの方にね、はい、単4電池がね4本すっきり収納が可能となっております。で、この小型のマガジンは相談数16発の専用マガジンが付属しております。それでは実際に打ってみたいと思います。はい、シューティングレンジやってまいりました。シルバーモデルで実射の方していきたいと思います。それでは弾速から 36.08、 33.72、 5m 打っていきます。はい、じゃあね、玉込めも、こっから、これはねローダーの方が楽ですね。はい、じゃあ 7m 打っていきます。はい、0.12 の球なんでね、かなり 7m だとちょっと暴れる感じありますし、まあ 5m でもねちょこっと集団性はちょっとうーんっていうところはあるんですけれども、やっぱこのブローバックモデルは楽しいですよね。で、まあこの黒とね、シルバーあるんですけれども、まあどっちもねありだと思います。まあでもシルバーの輝きの方がなんかかっこいいかな。まあ黒もいいんだけどね、黒はまあそのまま、うん、やっぱこうかっこよさあるんだけど、いや、シルバーもいいね。はい、いかがだったでしょうか。皆さんもぜひ使ってみてください。さて、今回ご紹介したのは、東京マルイ10歳以上用電動ブローバックコンバットデルタシルバー。ご購入は模型パドックのホームページからお願いします。画面の QR コードか概要欄にもリンクがありますのでチェックしてみてください。この番組は毎日更新しております。皆様からのチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。コラボ企画リクエストも随時受け付けております。お気軽にご連絡ください。それではまた明日お会いしましょう。バイバイ。